アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快足を武器にした少年が主人公でした。それに魅了された友が、巨漢が、悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。皆様こんにちは、道楽やり茶です。令和5年10月28日場所は大阪鶴見緑地球技場にて 2023X3 リーグウエスト第3節の一戦となります。サイドワインダーズ対リードエフォートエールズの一戦がまもなく行われます。試合開始12時キックオフ予定です。両チームのご紹介をさせていただきます。本日はホームチームという形になりまして、チームからブラックのユニフォームをまとっておりますサイドワインダーズです。手前側ホームスタンド側に陣取っております。1970年創部、関西社会人の中で最古の歴史を誇ります。非常に伝統あるチームです。 X1 でも多くの強敵と戦いまして、非常に賑やかしく、そして素晴らしい戦績を誇っておりますチームですが、昨シーズンは X2 の入れ替え戦におきまして磯のスーパースターズに苦杯をなめ、今季 X3 での参戦となっております。しかし今シーズンは後ほどご紹介させていただきますが、大きなチャンスを迎えたこの2023年シーズンとなっています。この1年で一気に X2 復帰を果たさんとこの一戦に挑みます。対しまして反対側、バックスタンド側に陣取っておりますのが本日対戦となりますリードエフォートエールズ。本日はビジターユニフォームのホワイトをまとっております。こちらは逆に2019年と非常に最近になりまして参戦してきました新進系のチームです。参戦と同時に常に X3 優勝の戦績を重ねており、入れ替え戦にも挑みまして常に X2 にその牙城を食い込まんとしておりました。しかしあと一歩のところでその壁を越えることができず現在に至っておりますが、今シーズンは大きなチャンスとなりました。来シーズン X2 は大きくリーグ編成に変革が発生します。 X1、X3 を含めました大きな編成によりまして、 X2 ウエスト、 X3 ウエストはその非常に大きな波を受けます。 X3 は今シーズン6チーム2ブロックの12チームのリーグ戦を行われておりますが、この上位3チームが自動的に X2 に昇格できるというビッグイヤーとなりました。両チームともに現時点では2戦全勝、6チームによる選出ですので5試合の勝ち越し、つまり3勝がそのボーダーラインとなります。ともに王手をかけておりまして、この一戦にその昇格のチャンス、その切符を手に入れんという一戦となります。 B ブロックその最初の切符を手にすることになるのは果たしてサイドワインダーズとなるでしょうか、リードエフォートエールズとなるでしょうか。古豪と新鋭の対戦、これより開始となります。試合開始12時キックオフ。両チームの選手サイドラインに陣取りまして、審判団中に入り、まもなく試合開始の時を告げます。令和5年10月28日場所は大阪鶴見緑地球技場にて 2023X3 リーグ第3節サイドワインダーズ対リードエフォートエールズの一戦がまもなく行われます。試合開始12時キックオフ予定です。これより両チーム首脳陣によります試合前のコイントスが行われます。手前側に陣取りますのがホームチームとなっておりますサイドワインダーズ、ブラックのユニフォームです。奥側に陣取りますのがアウェーチームという扱いになりますリードエフォートエールズ、ホワイトのユニフォームをまとっております。
サイドワインダーズキックオフ、リードフォードエールズリターンで試合が始まります。この試合は1クォーター10分の正式で行われます。小井さんは早速のチャット内の応援メッセージありがとうございます。残念ながら通信環境が本日伴っておりません。映像そのものが乱れが生じますが、何卒ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。この配信はネット配信、無線LANによりますネット配信ですので、その通信環境によってその配信状況どうしても不安定が生じます。後ほどこのアーカイブ版は私の方の YouTube チャンネルにおきましてアーカイブとして完全版を投稿させていただきますので、何卒本日はご了承よろしくお願い申し上げます。さあ、まもなく試合開始となります。サイドワインダーズのキックオフで試合開始となります。サイドワインダーズキックオフキッカーは0番のプレイヤーが配置しています。0番は高下。さあ、エールズリターンに入ります。リターナーキャッチしまして左オープン展開、34番、自陣35ヤード付近まで前進してこの位置からリードエフォートエールズの攻撃に変わります。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。ボールを持った選手が倒れるまでを攻撃1回とし、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表します。攻撃権は4回、4回で10ヤード前進し攻撃権更新とするか、その過程で相手陣地奥深くにある得点エリアエンドゾーンを目指します。まずはエールズの攻撃になります。エールズ自陣35ヤードからの最初の攻撃に入ります。エールズファーストダウン10、1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は10ヤード。さあ、まずはランニングバックに託しました。ハンドオフしましてランニングバック34番、左オフタックル付近を突っ込みまして約3ヤードのゲインとなっています。まず最初のプレーはランプレーでした。キャリア34番は八木、近畿大学出身。エールズ3ヤード進みまして自陣38ヤードからセカンドダウン7、2回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は7ヤード。今度はサイドワインダーズナイスディフェンス。再びランプレーによる突破を図りました。しかしこれをサイドワインダーズ9番、77番見事に殺到しましてこのランプレーを阻止しております。7番は藤本、77番は平畑、素晴らしいディフェンスを見せました。失礼しました、9番は梅本です、近畿大学出身。77番は平畑、素晴らしいプレーでした。さあ、3ヤード下がりましてエールズサーダウン10となります。3回目の攻撃、攻撃権更新、必要距離10ヤードは突破なるでしょうか。パス不成功。ここでオフェンスは攻め方を変えました。攻撃開始点より後方より一度だけできる前パスを敢行しました。ターゲットは18番でしたが、これはサイドワインダーズ見事にパスカットし、パス不成功となっています。前パスは失敗ですとボールは元の位置に戻され次の攻撃に変わります。従いましてエールズフォースダウン、最後の攻撃になります。さあ、この残り1回をどうするか。フォーメーションを変えました。パントフォーメーションとします。パントはキックによる陣地挽回を図るプレーです。しかしキックがボールの開始点を超えますと攻撃権を放棄する形になります。さあ、どこまで返せるでしょうか。
このパントはサイドワインダーズ陣34ヤード付近でボールデッドしまして、攻守交代と変わります。このようにアメリカンフットボールは4回の攻撃の機会で10ヤード前進し、攻撃を継続を繰り返すか、その過程で奥深くにあるエンドゾーン、得点エリアを目指します。まずその最初のエールズの攻撃は結果的には4回で終了する形になりました。さあ今度は返す刀でサイドワインダーズの攻撃となります。サイドワインダーズ自陣34ヤードからファーストダウン10。さあサイドワインダーズもランプレーから入ります。何枠10番にハンドオフし、左オフタックル付近のさらに外をつきました。このランプレーにより約3ヤードのゲインとなっています。サイドワインダーズキャリア10番は浦田、大阪産業大学出身。サイドワインダーズセカンドダウン7、ボールオンは自陣38ヤード。クォーターバック18番、パスを投じようと右にロールアウトをしましたが、この時にプレッシャーを感じましてスクランブル、緊急発進のランプレーに変えました。この判断によりまして約2ヤードほどゲインとなっております。クォーターバックスクランブル決めました。クォーターバック18番は渡辺、兵庫県立大学出身。ここで負傷者が発生したため、審判団によるレフリータイムアウトが取られております。この配信は X2 ウエスト6チーム、X3 ウエスト13チーム、計19チームによります合同企画によって実現しております。画面上に映し出されております多くの方々、企業様、その方々のご寄付、ご記者によりまして、この企画は実現いたしました。皆様のご厚情、大変感謝申し上げます。これによりまして、この会場にお越しいただけない方々にも、この試合をご覧いただくことが可能となりました。この企画は現在も継続しております。このライブ配信の YouTube 説明概要欄にその申し込みとなりますショッピングカートの URL が掲載されております。こちらの方をご覧いただき、その内容、そしてご賛同いただける企画がございましたら、ぜひご協力お願い申し上げます。東屋おじさん様、 TK 様、メッセージありがとうございます。仕事の幕開の中でご覧いただき、非常に大変な中、非常に感謝申し上げます。ぜひ両雄のその奮闘ぶりをご注目ください。さあ試合再開となります。サイドワインダーズ自陣40ヤードからサーダウン5。さあ5ヤード突破なるでしょうか。パス成功、ファースト。クォーターバック18番、ここはパスプレーで左に展開していたワイドレシーバー5番にパス。5番これをキャッチしまして、見事攻撃権更新です。サイドワインダーズファースト、見事なパスを投じ攻撃権更新果たしました。クォーターバック18番は渡辺、兵庫県立大学出身。取りましたワイドレシーバー5番は内藤、龍谷大学出身です。さあ攻撃権はリセットされて1回目に戻りました。サイドワインダーズ自陣48ヤードからファーストダウン10。さあこの判定はどうか。どうやらサイドワインダーズが抑えております。先ほどトラブルが発生しました。クォーターバックにラインからスナップされたボールが、そのボールをクォーターバックキャッチミスしまして、ボールが転がりました。このボールをエールズが抑えますと攻守交代というところでしたが、かろうじてオフェンスが抑えております。しかし大きく後退しセカンドダウンを迎えます。
さあセカンドダウンロングの状況ですが、サイドバインダーズどのようなプレーを持ってくるでしょうか。まずパスプレーとしました。左に展開していた12番にパス、そこからキャッチアンドランを図りまして前進しておりますが、約9ヤードほどのゲインといったところになります。ワイドレシーバー12番は田原、立命館大学出身。サイドワインダーズサーダウン11、11ヤード、非常に距離としてはありますが突破なるでしょうか。ボールオンは自陣47ヤードとなっています。エールズはなんとかここをしのぎたい。パス成功、ファースト。クォーターバック18番、プレッシャーを感じながら右にスプリントアウト、そのまま走るかと思われましたが、ここでパスを投じ、ワイドレシーバー24番見事にキャッチしまして、この距離を一気に更新し攻撃権更新です。サイドワインダーズファースト。素晴らしいパスを投じたクォーターバック18番は渡辺、兵庫県立大学出身。そして取りましたのはワイドレシーバー24番の井上、大阪経済大学出身のチームキャプテンです。さあ一気に前進したサイドワインダーズ、相手陣30ヤードからファーストダウン10。パス不成功、しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しています。フィールド上に審判団から黄色いウエストが落とされますと、これは反則発生を意味します。さあ果たしてどちらの反則だったでしょうか。オフェンスの反則です。ホールディング、相手選手を掴んでおりました。オフェンス、ボールを持っているチームは相手選手を掴んだり握ったりしてはいけません。10ヤードバッタイという形になります。先ほどスナップが乱れまして、クォーターバック大きくボールを後逸いたしました。そのまま倒されるかというところでしたが、これは見事にかわしパスを投げする形には成功しましたが、しかしこの時にオフェンスライン、懸命のブロックをする際に相手選手を掴んでしまった模様です。なんとか状況打開、窮地を出したかに見えましたサイドワインダーですが、ファーストダウン20で試合再開となります。さあしかし攻撃は継続となります。サイドワインダーズファーストダウン20。ここはエールズナイスディフェンス。まずランプレーにより状況を打開図ろうとしましたが、ここでエールズディフェンス5番と17番が殺到し、このランプレーを阻止し、約3ヤードロスに変えています。アメリカンフットボールは前進をゲイン、後退をロスと表現します。素晴らしいディフェンス見せましたのはエールズ5番の山下、チームキャプテンです。近畿大学出身。そして17番丸山が素晴らしい奮闘を見せました。こちらは京都工芸繊維大学出身です。失礼しました、こちら本日はナンバー変更が入っております。17番丸山でした。失礼いたしました。さあセカンドダウン23の状況ですが、どういうプレーを持ってくるか。パス成功、クォーターバック18番、ここでワイドレシーバー12番にパス。12番、相手のディフェンスの隙間を縫ってこれをキャッチし、大きく陣地を取り戻す形になっております。しかし攻撃権更新にはまだ至っておりません。サードダウンに変わります。ですが見事なパスでした。見事なパスキャッチ、見事なパスプレーをサイドワインダーズ披露しております。ここはさすが X2 の経験者揃うサイドワインダーズの一枚上手な力量は発揮されているといったところでしょうか。サイドワインダーズサードダウン4。このパスは成功、
ここで再びパスにより攻撃突破を図りまして、ターゲット5番にパスを投じましたが、しかしこれはヘイルズ18番見事にパスカバーしまして、パス不成功に変えております。ここはエールズ18番の加本が素晴らしいディフェンスを決めました。明治大学出身、サイドアイエンダーズフォースダウン4。ここで体型を変えました。フィールドゴールトライ、キックによりまず先制点となる3点を狙います。キックレングスは40ヤード、さあ決まるでしょうか。このキックは失敗です。左にそれまして、キックフィールドゴール失敗となりました。結果的にこの攻撃、サイドウェンダーズ無得点に終わりました。ヘイルズなんとかこれをしのぎまして、攻撃権を取り返した形になります。さあまずサイドウェンダーズがここで先制点をアゲンとする状況にありましたが、しかしここは結果的に無得点に終わりました。窮地をしのぎましたエールズ。ここから状況打開となる攻撃シリーズ展開できるでしょうか。ボールオンは自陣23ヤードからリードイフォートエールズ、ファーストダウン10。さあまずランプロエを投入しました。キャリア34番、ハンドオフから右オフタックル突破を図りましたが、これはサイドワイナーズディフェンス陣が踏ん張りまして、ゲインは1ヤードにとどまっております。本日は通信環境不安定なため画像に乱れが生じております。誠に申し訳ございません。後ほどこの動画は私のカメラの方の録画の方を再編集しまして、アーカイブ版として私の YouTube チャンネルで投稿させていただきます。本日現段階はこの画像とそして音声でご注目いただければと思います。エールズセカンドダウン9。まだ行っている、ナイスファースター。ここでエールズクォーターバック4番 QB ドロー。クォーターバックがパスを投じるのを見せかけ、そこから決め打ちのランプレーを展開しました。今日つくように中央突破しタックル受けましたが、それをセカンドエフォートで突破しまして一気に攻撃権更新です。リードエフォートエンズファースター。素晴らしいラン決めましたな。クォーターバック4番の信弘、京都工芸繊維大学出身。さあエールズもまず攻撃の更新を一つ果たしました。勢いに乗るでしょうか。ボールオンは自陣47ヤードからリードエフォートエールズファースター10。これもナイス。今度はランニングバック34番が見せました。ハンドオフから中央突破、相手のディフェンスの隙間をすり抜けるように一気にロングインしまして攻撃権更新です。リードイフォートエーズファースター。今度はランニングバック34番の八木が見せました。近畿大学出身。さあ一気に相手陣に入ります。リードイフォートエーズ相手陣32ヤードからファーストダウン10。さあ再びランプレーを投入。今度はランニングバック21番にハンドオフから右オープンを展開させました。ディフェンス寄りつきましたが、しかしゲイン4ヤード果たしております。キャリア21番は東浦、桃山学院大学出身のチームルーキーです。ここで第1クォーター終了です。第1クォーター終わりまして、サイドワインダーズ0点、リードウェイフォートエールズ0点、両者無得点のまま第2クォーターに移ります。
アメリカンフットボールは試合を4つに区切って行います。それぞれをクォーターと称し、第1、第2クォーターを前半、第3、第4クォーターを後半とします。第1と第2、第3と第4の切り替わりでは攻守の方向を入れ替え、前半と後半の切り替わりではタイムアウト、ポジショニングをリセットして試合を行います。まずはその序盤となります第1クォーターは双方とも攻守素晴らしいプレーが見えておりましたが、しかし共に守備陣踏ん張りまして無得点で終わっております。サイドワインダーズはパス攻撃により鮮やかに前進を繰り返し攻撃優位にするかと思いましたが、しかしエールズが今度はランプレーでそれを押し返している状況にあります。互いにその攻め方、武器が違う両雄の素晴らしい試合が展開されております。さあこの試合の状況を、まず最初にくさびとなる先制点を挙げますのはどちらのチームとなるでしょうか。双方方向を変えまして、これより第2クォーターに移ります。これより第2クォーターに入ります。エールズ今度は画面向かって左から右に攻める形になります。ボールオンは相手陣28ヤードの位置からのエールズセカンドダウン6。エールズファースター、クォーターバック4番ハンドオフェイから自らキープ、オプションを取りまして左オープンに展開し、相手ディフェンスを殺到する中、素晴らしいステップワークで攻撃権更新としました。リードエフォートエルズファースター。ここはエルズランリーバック34番の八木、クォーターバック4番ノブヒロのランによって状況打開を図っております。ノブヒロは京都工芸繊維大学出身。さあこれにより相手陣20ヤードに入りました。エルズファーストダウン10です。さあ抜けていった、ナイスファースター。今度はランニングバック34番八木です。ハンドオフを託されまして右オープンに展開、相手のディフェンスの隙を塗ってそのまま右サイドラインを独走、ゴール前1ヤードに迫るビッグラン決めまして、リードエフォートエールズファースター。八木は近畿大学出身のプレイヤー、関西一部リーグを賑わした選手がここで活躍しております。さあこれによりましてエールズ相手陣1ヤードからファーストダウン2ゴールと入ります。4回の攻撃権でエンドゾーンに届きますでしょうか。サイドワインダーズもここでディフェンスが見せるところではあります。まずはその1回目、タッチダウン。ここでエールズはパワープレーを選択しました。ランニングバック21番にボールを持たせまして、そのままオフェンスラインとともに中央へなだれ込みました。サイドワインダーズこれを押し返さんと奮闘しましたが、そのままねじ込まれましてタッチダウン。リードエフォートエールズタッチダウンにより6点先制となります。見事タッチダウン決めましたら21番の東浦でした。桃山学院大学出身のルーキー。そしてタッチダウンの後のワンプレートライ4ポイントに入ります。このキック決まりまして1点追加、リードエフォートエールズ7点、サイドワインダーズ0点。まずは先制点はエールズが得点という形になりました。アメリカンフットボールの得点パターンは大きく分けると2通り、ボールをエンドゾーンに持ち込むタッチダウン、プレースキックをゴールポストに蹴り込むフィールドゴールです。フィールドゴールですと3点、タッチダウンですと6点が入ります。さらにタッチダウンはこの後にもうワンプレーのボーナスがあり、このワンプレーでさらにキックを決めると1点、エンドゾーンに持ち込むと2点、さらに加点となります。これ以外の得点パターンは自分たちのエンドゾーンに倒されるセーフティー自殺戦です。この得点は2点、従いましてアメリカンフットボールの得点パターンは2点、3点、6点、7点、8点の5通りとなります。
この足し算によりまして駆け引きが行われ、引き分けが起こりにくい得点構造になっています。そして試合は得点を挙げましたエイルズのキックオフで試合再開です。アメリカンフットボールはラグビーと違い、得点を挙げた側のキックオフで試合が始まります。さあサイドラインナーズリターンに入る。これはナイスリターン。リターナー12番キャッチしましてから一旦中へ切れ込んでから左オープンへ展開。相手カバーの隙間を縫うように左サイドラインには駆け上がり、自陣43ヤード付近からの攻撃と変わります。見事なリターンを決めましたのはサイドワインダーズ12番の田原、立命館大学出身。関西の強豪校の一角にある立命館の選手がここで活躍しております。さあ自陣42ヤードからの攻撃となります。サイドワインダーズ反撃のシリーズを展開しようとします。サイドワインダーズファーストダウン10。さあまずランプレーから入りました。キャリア10番エールズディフェンスに殺到する中、それをセカンドエフォートで粘りながら中央約5ヤードのゲインとしています。粘りあるランプレーを見せましたのは10番の浦田、大阪産業大学出身。サイドワインダーズ自陣48ヤードからセカンドダウン5。成功。クォーターバック18番ワイドレシーバー8番にパスを通しました。しかしこれはエールズ24番素早くタックルしまして攻撃権、しかし攻撃権更新にはなりました。サイドワインダーズファーストダウン。ギリギリのところ止められたかと思いましたが、8番見事な体のそのスピンムーブによりまして攻撃権更新としています。サイドワインダーズ8番は竹原、神戸学院大学出身。さあ相手陣に入りまして、相手陣47ヤードからファーストダウン10。インターセプト、ターンオーバー。ここでサイドワインダーズ一気にロングパスにより前進を図りました。タッチダウン狙わんとする素晴らしいパスを投じましたが、これを取ったのはリードエフォートエルズ18番。インターセプトにより攻撃権ダッシュ、攻守交代です。ターンオーバー。見事インターセプト決めましたのはリードエフォートエルズ18番の川本、明治大学出身。関東学生でその名を知れた名門校であります明治大学グリフィンズ出身のプレイヤーです。本日の YouTube 配信、非常に電波が不安定な状態になっております。誠に申し訳ございません。後ほどこちらの方は編集し直しましてアーカイブ版投稿させていただきます。さあ攻守変わりました。エールズの攻撃です。まずランプレーから入ります。何枠21番、先ほどタッチダウンを上げましたプレイヤーですが、まず託されまして右オフタックル突破を図りましたが、しかしこれの原因は1ヤード。サイドワインダーズもなんとかディフェンス陣奮闘を見せております。キャリアは21番の東浦でした。桃山学院大学出身。東亜おじさん様、メッセージありがとうございます。インターセプト非常に大きいプレーだったと私も思います。しかしまだサイドワインダーズ押し込んでいる状況ではあります。エールズ自陣16ヤードからセカンドダウン9。ナイスラン、ファーストラン。クォーターバック4番、ハンドオフオプションから自らキープ。オプションはクォーターバックが持つかランニングバックに託すかの選択プレーですが、ここはクォーターバックが持ちました。この判断よく左オープン展開しましたが、しかしここでイエローフラグ、反則が発生しております。オフェンスの反則です。ホールディング、相手選手を掴んでおりました。
これによりまして反則発生地点から10ヤード抜退する形になります。大きなゲインにはなっておりますが、結果的にはセカンドダウンの攻撃の繰り返しとなりました。しかし攻撃継続です。リードイフォードエールズセカンドダウン7、ボールオンは自陣18ヤード。さあ今度はランニングバックに託しました。ハンドオフからランニングバック左オフタックル付近に突入。キャリア21番、体をねじ込みまして約3ヤードのゲインとしています。21番は東浦桃山学院大学出身。さあこのサードダウン4は非常に面白い状況になります。攻撃を突破しエールズがそのリズムを作り直す形に成功するか、あるいはサイドラインナーズを封じまして優位な位置で攻撃を取り返す形になるでしょうか。ボールオンは自陣21ヤードからサダウン4。ここでホイッスルです。リードフォートエールズここで前半1回目のタイムアウトを取りました。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトを取ることができます。まずはエールズ、ここが重要なポイントと判断しましたが、ここで作戦を打ち合わせるタイムアウトを取りました。この配信は X2 ウエスト6チーム、 X3 ウエスト13チーム、全19チームの合同企画によって実現しております。この企画によりまして多くの方々にこの試合を、この会場にお越しいただけたい方々にもご覧いただくことが可能となりました。病床に伏せておられる方々、ご高齢のため外出がかなわない方々にもこの試合をご覧いただくことが可能になっております。このような形で X2、X3 は多くの方々にアメリカンフットボールを知っていただきたいと普及活動に努めております。ぜひご注目ください。さあ試合再開となります。ここでイエローフラグ、反則が発生しています。オフェンスに反則です。交代班、フィールドの中に12人おりました。アメリカンフットボールはチームのベンチ外の人数に制限は特にありませんが、フィールドの中は交代含めて11人以下と決まっております。先ほどのフォーメーションを解いた際にエールズ12人になっておりました。5ヤード抜退しサードダウンやり直しとなります。結果的に厳しい状況にエールズ変わりました。ボールオンは自陣16ヤードからサードダウン9。ここでエールズ前半2回目のタイムアウトを使いました。この時にチームの中で混乱があった模様です。制限時間を超えつつありましたので、ここでやむなく2回目のタイムアウトを取りました。オフェンスチームはそのプレーとプレーの間の制限時間があります。状況によりましてその時間は40秒ないしは25秒と決まっております。この時間内にプレーをしないと反則となりさらに下がります。これを避けるためここでエールズはやむなく2回目のタイムアウトを使いました。さあ落ち着き取り戻したでしょうか。エールズ自陣16ヤードからエールズサーダウン9。パス成功、ファースター。非常に状況厳しいところでしたが、エールズここでクォーターバック4番右にスプリントアウトからワイドレシーバー17番にパスを通し攻撃権更新果たしましたが、ここでイエローフラグ、反則が発生しています。
審判のマイクに調整がおかしい状況にあるようですが、先ほどの反則はパーソナルファール、アンスポーツマンライフコンダクト、オーバーセレブレーションです。ファーストダウン更新の喜びのあまりにパフォーマンスが過剰となった判断でした。15ヤード抜体となりますが、しかしファーストダウン攻撃権更新となっています。しかし厳しい状況、ファーストダウン25からの試合再開となります。パーソナルファールは非常に重い反則という意味を表します。反則としては重大な過失となりますので、15ヤードの抜体となることが多いです。従いまして失礼しました。判定そのものの、反則の施行内容は変わります。ファーストダウン更新はしておりますので、この状況自体は変わっておりません。その攻撃権更新距離含めて15ヤード抜体という形になります。従いまして、リードイフォートエルズ自陣16ヤードからファーストダウン点で試合再開です。さあ、リズム取り返さんとランプレーから入りましたが、これはサイドワインダーズナイスディフェンス。成馬区21番のランプレーをサイドワインダーズ9番見事に突進しまして、約3ヤードロスに変えました。見事なディフェンス決めましたのはサイドワインダーズ9番の尾崎、神戸学院大学出身。エールズセカンドダウン13、クォーターバック4番下がりましてパスを投じんとしましたが、プレッシャー殺到し急遽スクランブルに変えました。あわやタックルされかねない状況でしたが、素晴らしいフットワークで約4ヤード前進に変えております。クォーターバック4番は信弘、京都工芸繊維大学出身。エールズサーダン9、パス不成功。クォーターバック4番下がりましてロングパス投じんとしましたが、この時にディフェンス1番が佐藤、ステップワークでなんとかカーサントしましたが、あわやエンドゾーンで倒されるという厳しい状況を、なんとかパスを投げ捨て不成功という形に変えております。しかしダウン進みましてフォースダウンに変わります。ここはサイドラインナーズ1番の中田が素晴らしいプレッシャーをかけました。桃山学院大学出身。東亜おじさん様、オーバーセレブレーションに関しては様々な方々の価値観が大きく変わってまいります。プロの部分、そしてアマチュアの部分といった、そういった概念も含まれるでしょう。この点は長い年月をかけその価値観改まっていくと思います。ここでエールズはパントを選択しまして、ハーフウェイあたりまで陣地返しました。この位置でのサイドバインダーズの攻撃に変わります。惜しいプレーも散見しましたが、エールズ結果的にはこのプレーは、ここでの攻撃はパントによって放棄する形になっております。さあ攻撃権変わりましてサイドワインダーズの攻撃、相手陣に入ったところからの攻撃になります。サイドワインダーズ相手陣48ヤードからファーストダウン10、
さあまずランプレーから入りました。何枠10番託されまして左オフタックル突破図りましたが、ディフェンスのプレッシャーありましてゲインは2ヤードにとどまっております。しかし果敢なランプレーしましたのはランニング枠10番の浦田、大阪産業大学出身。こちらも関西2部の中では非常にその地上戦に自信と歴史を持ちますチームのそのランニング枠が活躍しております。パス不成功。クォーターバック18番右に展開したワイドレシーバー4番にパスを投じましたが、これはエイズのディフェンスカバーよくパス不成功となっています。ダウン1つ変わりましてサイドワインダーズサードダウンに変わります。サイドワインダーズ相手陣46ヤードからサードダウン8。不成功。クォーターバック18番パスを投じようとしましたが、ここでエールズディフェンス陣が殺到。なんとかそれをかわしワイドレシーバー34番にパスを投じましたが、これをエールズ18番見事にパスカットし結果的にフォースダウンに変わります。素晴らしい攻防戦でした。見事なパスカットを決めたのはエールズ18番の鴨本でした。明治大学出身。サイドワインダーズフォースダウン8パントフォーメーションに変わります。ここでホイッスル。ここでサイドワインダーズが前半1回目のタイムアウトを取りました。この白熱した一戦は早くも前半戦残り2分5秒の状況になっております。この配信は X2 ウエスト X3 ウエスト全19チームの合同企画によって実現しております。タイムアウトときまして試合再開となります。サイドワインダーズフォースダウン8パントフォーメーション。このパント風に流れまして大きく後退する形になりました。リターナー目測は誤りあわやセーフティーという状況でしたが、さあこの判定果たしてどうなりますでしょうか。現在審判団が協議しております。先ほどの判定セーフティーです。リターナー19番ボールを最初に触れた時点でこの時に気づかず、なんとか後方でそれを取り返さんとリターン試みましたが、そのままエンドゾーンに押し込まれて倒されました。ここがボールのプレーの終了地点となりました。エンドゾーンまで倒されましたので結果的には自殺点となります。
セーフティー2点がサイドワインダーズに入ります。従いましてサイドワインダーズ2点、リードホートエールズ7点と変わります。さらにセーフティーはオフェンスチームの失点という形になります。この場合はキックオフは失点をしましたオフェンス側、つまりエールズのキックオフで試合再開となります。従いまして続けざまにサイドワインダーズは攻撃権得やすい状況に入ります。またこの時のキックオフは自陣20ヤードさらに下がった位置からのキックオフです。さあリターンに入りますサイドワインダーズ。結果的に自陣40ヤードを超えた位置からサイドワインダーズの攻撃と変わります。サイドワインダーズパントで攻撃放棄という状況でしたが、結果的に相手のミスを呼び込む素晴らしいプレーをかけまし決めまして得点を上げております。パントはその製品によりまして大きく陣地が変わるプレーでもあります。パントチームが失敗しますと大きく後退しますが、逆にパントが素晴らしい形で決まりますとこのような形で得点ないしは大きいチャンスを得る形になります。この第4クォーターのこのフォースダウンの切り替わりにおけるパント使用シチュエーションもぜひご注目ください。さあ第2クォーターも残り時間1分47秒となっているようです。サイドワインダーズセーフティーによりまず得点を返しまして、さあこの攻撃シリーズ見逃せ逆転なるでしょうか。ボールオンは自陣42ヤードからサイドワインダーズファーストダウン10。パス不成功。クォーターバック18番右スプリントアウトからワイドレシーバーにパスを投じんとしましたが、これはエールズのディフェンス殺到しましてパス不成功となっています。前パスは失敗しますとボールが元の位置に戻され、時計も次のプレー開始までは止まります。従いまして試合時間前半残り時間1分40秒で止まっております。サイドワインダーズセカンダウン10。クォーターバック18番左に流れてパスを投じんとしましたが、これをエールズディフェンス陣が殺到しましてこのパスプレーを阻止しております。外へ出た地点までが前進交代距離となりますので、結果的に5ヤード交代する形になりました。ボールを持った選手が外へ出ますとここでも一旦時計は止まります。サイドワインダーズ自陣37ヤードからサーダウン15。前半残り時間は1分32秒。QB サークォーターバック18番三度パスプレーに展開を図りました。しかしこの状況をエールズディフェンス5番9番が殺到しました。 QB サークパスを投じる前に仕留めました。約7ヤードロスに変えております。見事 QB サックしましたのはリ・エールズ5番の山下、近畿大学出身と9番の上本、同じく近畿大学出身です。フォースダウン22の状況、サイドワインダーズパントフォーメーションを取ります。このパントはエールズフェアキャッチ、リターンをしないというシグナルを見せまして、このキャッチした時点で終了という形に変えました。時間をおそらく確保する意味もあってのフェアキャッチです。これによりエールズは自陣43ヤードからの攻撃に入ります。
さあ残り時間は40秒となっていますが、エールズの攻撃、ボールオンは自陣43ヤードからリードフォート、エールズファーストダウン10。ここでランプレーを選択します。キャリア34番にハンドオフしまして、左オフタックルを突破、約4ヤードのゲイン。キャリア34番は八木、近畿大学出身。中で倒れますと時計は回り続けます。ここでイエローフラッグ、反則が発生しています。オフェンスチームの反則です。交代違反。フィールドの中に12人おりました。5ヤード抜退し、セカンドダウンやり直しとなります。時計は前半残り6秒に訂正させていただきます。アメリカンフットボールは残り時間1分を切った段階でオフェンスチームが反則を行いますと10ヤード減算するという措置が取られます。従いまして残り時間6秒、すべてが消費されたという形になりまして、ここで前半終了です。結果的にここで前半終えまして、前半戦終了し、サイドワインダーズ2点リードイフォート、エールズ7点、リエールズがワンタッチダウン、サイドワインダーズがセーフティーで得点を挙げ、その差5点の状況で前半戦終了です。共に2勝全勝という対決になりました。この両雄の対戦、その実力戦績に伴う素晴らしい対戦と戦いになっております。共にそれぞれが得点を挙げる形で前半は終えておりますが、差が開いている状況。さあこのハーフタイムで双方どのような打開策を見出すことになるでしょうか。さあ審判団フィールドに戻りまして、まもなく後半戦再開の時を迎えようとしております。前半戦を終えましてサイドワインダーズが2点、リードイフォートエールズ7点、その差5点という状況で前半の攻防は終えました。得点差は非常に僅差という形になっておりますが、しかし互いに見せ場ある素晴らしい攻防を披露しております。まさに全勝対決にふさわしい一戦となっております。この古豪と新鋭の対決はまだ予断許すところありません。双方ともにこの後半戦の展開によりまして大きく状況は変わります。果たしてその突破口を生み出すのはどちらのチームとなるでしょうか。まもなく後半戦再開となります。後半戦はリードイフォートエールズのキックオフで再開する形になります。キックオフいたしますのはエールズの2番の石井です。広島大学出身。対しますサイドワインダーズ、リターナーには8番と12番が配置しました。8番は竹原、神戸学院大学出身。12番田原、立命館大学出身のチームのバイスキャプテン。サイドワインダーズ12番がリターン、中央を切り込みまして自陣30ヤード付近の攻撃位置を確保します。この位置からサイドワインダーズの攻撃に変わります。12番は田原、立命館大学出身。
さあ現在は5点不利な状況になります。サイドワインダーズの攻撃から後半戦は始まります。ボールオンは自陣31ヤードからサイドワインダーズファーストダウン10。まず中央へのランプレーを投入しました。託されましたランニングバック10番密集点0番ですね、密集点をつきまして約4ヤードのゲインとしています。ランニングバック0番は神戸学院大学出身。サイドワインダーズセカンドダウン6、ボールオンは自陣35ヤード。ドロープレー、パスに見せかけたランプレー、裏を突くように中央へのランプレーを展開しました。今日突くような形で中央を突破しました。0番ゲイン約4ヤード果たしております。ここはキャリア0番高下の総力でまず状況リズムを作ろうというところでしょう。サイドワインダーズサーダウン2、ボールオンは自陣39ヤード。今度はクォーターバックのランプレー、しかし攻撃権更新に至っておりません。残り1ヤードというところでフォースダウンに変わります。ここはエールズのディフェンスが奮闘しました。さあこのフォースダウンの判断ですが、サイドワインダーズ体型を大きく変える模様です。サイドワインダーズパントフォーメーションを取りました。フォースダウン残り1ヤード、パントフォーメーション、このパントは左サイドライン際エールズ陣24ヤード付近で外へ、失礼しました、エールズ陣25ヤード付近で外へ出まして攻守交代と変わります。まず最初のサイドワインダーズの攻撃は結果的にフォースダウン4回の攻撃で終了という形になりました。さあ今度はエールズの攻撃に変わります。ボールオンはエールズ陣25ヤードの位置にセットされております。リードフォードエールズファーストダウン10。一気にいっている。残り10、5、エンゾーン、タッチダウン。ここでエールズはオプションプレーを選択しました。ダイブフェイクオプションです。一旦フルバックにボールを持たせるかに見せかけ、そこからクォーターバック右に展開。後方にいたランニングバックにピッチせず自らキープを選択しました。この判断が当たりまして右オープン一気に独走、そのままサイドラインを駆け上がってエンドゾーンに走り込んでタッチャー。リードへ方とエールズ6点追加となりました。見事なタッチダウンランキングを出したクォーターバック4番は信弘、京都工芸繊維大学出身。キック決まりまして1点追加、リードへ方とエールズ14点、サイドワインダーズ2点となりました。鮮やかなオプションプレーでした。アイフォーメーションからのダイブフェイクオプション、1980年代後半から2000年にかけて関西で非常に流行したオフェンススタイルです。ある意味クラシックですが、しかし高度で、そしてスポーツカーのような素晴らしい魅力あふれるオプションプレー決まりまして、リードへ方とエールズ見事タッチダウンによりさらにリードを広げる形に成功しております。
かつてこの攻撃を駆使し甲子園ボールを握わせたのが関東の名門法政大学です。当時のニックネームはトマホーク、現在はオレンジ。そのチームが主戦力として使っていたフリーズオプションもその一種になります。オプションプレーによりましてリードエフォートエールズ得点を重ねました。そのエールズのキックオフで試合再開となります。さあサイドワインダーズリターンに入ります。これはナイスリターン。リターナー12番ボールを持ちまして左オープンに展開。素晴らしいステップワークによりまして相手ディフェンスカバーをかわしながら自陣38ヤード付近の攻撃位置を確保しております。テクニカルで鮮やかなリターンを決めましたのはサイドワインダーズ12番の田原、立命館大学出身。さあこちらもその足で魅了しまして攻撃のリズムを作らんとしておりますサイドワインダーズ。自陣38ヤードからファーストダウン10。クォーターバック18番右に流れパスを投じようとしましたがここにエールズ9番がラッシュ。素晴らしいパシュートで後ろから追いつき QB サック約8ヤードロスに変えました。見事 QB サックしましたのはリードエフォートエールズ9番の梅本、近畿大学出身のチームルーキーです。サイドワインダーズ自陣30ヤードに下がりましてセカンドダウン18の状況に挑みます。パス不成功。クォーターバック18番再びパスプレーを敢行。後ろからラッシュ殺到しそれでもなんとかパスを投じましたがそのスローイングの途中で腕をはたかれましてパス不成功となっています。サイドワインダーズサードダウンに変わります。さあこの18ヤードの攻防サイドワインダーズ突破なるでしょうか。パス不成功。ここでサイドワインダーズはスクリーンパスを敢行しました。ロングパスに短く手前にいたランニングバックにブロッカーをつけてキャッチアンドロン図るデザインプレーでした。しかしこのパスをランニングバックに10番キャッチできずパス不成功となっています。サイドワインダーズフォースダウンに変わります。サイドワインダーズフォースダウン18でパントフォーメーションを選択します。さあリターンに入る。これはサイドワインダーズもカバーよくエールズ陣40ヤード付近でボールデッドとなりました。ここでしかしイエローフラッグが発生しております。さあこの反則果たしてどちらのチームにあったでしょうか。
ディフェンス側にありましたエールズの反則がありました。ホールディング、相手選手を掴んでいたという反則です。本来はボールを持っているチームオフェンスの反則なのですが、パスプレーの際にレシーバーを掴んだ状態でパスコースに出れない状況をホールディングという形でディフェンスでもコールされます。先ほどはパントプレーでしたが、しかしパスと近い状況でそのカバーにいた選手を長く掴んでいる状況があったようです。この反則によりまして10ヤード抜体、従いましてトータルの更新かかりましてファーストダウンに変わります。結果的にはサイドラインに出ず攻撃継続という形に成功した格好になります。罰則10ヤードですが、審判団ここで攻撃権がリセットされたと判断されました。さあまずサイドラインダーズはこの状況を打開をリズム刻まんとランプレーから入ります。中央突破を図りまして約2ヤードのゲインとしています。サイドラインダーズセカンドダウン8、ファースト、クォーターバック18番左に展開したランニングバック0番にパス、0番これをキャッチしまして相手ディフェンス飛び越えるように攻撃権更新です。サイドワインダーズファースト、素晴らしいパフォーマンスを決めましたのはサイドワインダーズ0番の神戸学院大学出身。サイドワインダーズハーフウェイからファーストダウン10、今度はランプレーを投入です。先ほど攻撃権更新を果たした0番にハンドオフしまして中央突破し、0番左オフタックル駆け上がって約7ヤードのゲインです。岩田様メッセージありがとうございます。先ほどの判定に関しては正確な判定というのは若干異なるかもしれません。しかしフィールド上にあります審判団の判断がこの試合は優先されます。サイドラインダーズセカンドダウン4、ナイスラン、ファースト。この混乱の状況においてランニングバック0番その隙を突くように中央突破、一気に攻撃権更新を重ねております。サイドラインダーズファースト。このシリーズはサイドラインダーズ0番神戸の素晴らしいパフォーマンスが光っております。さあ勢いに乗りましてサイドワインダーズ相手陣26ヤードに入りました。この位置からのサイドワインダーズファーストダウン10、パスは成功、しかしこれはエールズのナイスカバー。左に展開したランニングバック10番にフレアパスを投じ、10番のキャッチアンドランを図りましたが、エールズ素晴らしいカバーでこのパスノーゲインに変えております。結果的には前進なくセカンドダウンに変わります。ここでエールズの一つ鎖を打ち返しました。サイドワインダーズセカンドダウン10、パスは成功。左に展開していた8番に今度はヒッチパス、真横に近いワイパスからキャッチアンドランを図らせましたが、これもエールズカバーしております。しかしゲインは4ヤードのゲインとなっています。キャッチアンドランを図りましたのはワイドレシーバー8番の竹原、神戸学院大学出身。
さあサードダウン残り6ヤードの状況、ボールを相手陣22ヤード、パス不成功、ここでイエローフラッグ、反則が発生しています。オフェンスの反則です。インテンショナルグラウンディング、不正な前パスを投じたという反則です。5ヤードバッターし、しかもロスオブダウンと変わります。反則発生してまで交代する形になります。インテンショナルグラウンディングはパスの前投げ捨てた際があからさまであった場合の反則です。さまざまなルールありますが、開始点よりオフェンスラインより外に出たところで投げ捨てるか、あるいは中にいる場合には誰かランニングバックとパスを取れる選手に投げなければいけません。誰もいないところに投げるのは反則となります。結果的にフォースダウンロングの状況になりました。サイドワインダーズプレー選択です。さあ突破を図るワンプレーにかけました。フォースダウンギャンブル、パス成功、フォースダウン、なんとこの距離ワンプレーのパスで突破しました。ギャンブル成功。クォーターバック18番から投じられたパスをワイドレシーバー24番見事に切れ込みまして、パスキャッチし攻撃権更新です。サイドナースパス、ここ一番素晴らしいクラッチキャッチ決めましたのはワイドレシーバー24番の井上、大阪経済大学出身チームキャプテンです。さあ相手陣13ヤードからの攻撃です。サイドワインダーズファーストダウン10、パス成功、左に展開したワイドレシーバー12番へのパスでした。これはエールズ2番17番がカバーしましたが、しかし3ヤードゲインとなっております。キャッチしましたのは12番の田原、立命館大学出身。サイドワインダーズセカンドダウン7、タッチダウン、ここでエンドゾーンに走り込んだ12番へのパスを投じました。クォーターバック18番12番これに応えまして見事キャッチしましてタッチダウン。サイドワインダーズ6点取り返しました。そしてトライフォーポイントに挑みます。キック成功、1点追加。サイドワインダーズ9点、リードイフォートエルズ14点となりました。再びその得点差は5点と戻りました。後半戦、ここへ来て高下の素晴らしいプレーによって勢いつけましたサイドワインダーズ。最後はクォーターバック18番渡辺からワイドレシーバー12番田原へのパスによりましてタッチダウンを取り返す形に成功しております。この配信は X26 チーム、X313 チーム、計19チームの合同企画によって実現しております。さあまずサイドワインダーズが後半に入りましての状況をタッチダウンで取り返す形にしまして試合を均衡に近い状況に戻しております。そのサイドワインダーズのキックオフで試合再開となります。Thank you.
さあエールズリターンに入った。果敢に中央突破を図りまして、自陣30ヤード付近の攻撃位置を確保しております。さあここからエールズの攻撃に変わります。思わぬ形で相手に勢いを取られまして、サイドラインダーズのタッチダウンを許しましたが、その状況を打開図らんと、ここから反撃の攻撃に入ります。ボールオンは自陣31ヤードからリードインフォードエールズファーストダウン10。さあまずフルバック中央へのランプレーを選択しました。何枠22番ハンドオフから左オフタックル駆け上がりまして、約6ヤードのゲインとしています。キャリア22番はチームの創設者であり代表でもあります山下、摂南大学出身。ここで第3クォーター終了です。第3クォーター終わりまして、サイドワインダーズ9点、リードインフォードエールズ14点、その差5点という状況で最終クォーター第4クォーターに移ります。非常に両雄素晴らしい戦術を駆使しました、白熱した攻防戦となっております。その試合も残り10分という時間を経ますと決着という形になります。その差は5点という状況を、果たしてどちらが制するでしょうか。これより最終クォーター第4クォーターに入ります。エールズ自陣36ヤードからセカンドダウン4で試合再開になります。さあここでオプションプレーを投入します。フルバックのキープ、フルバックのハンドオフ、 QB のキープ、オプションピッチマンへのピッチ、この3通りを選択するトリプルオプションを展開し、まずフルバックに託しました。ゲインは約2ヤードになっております。リードインフォードエールズサーダウン2。さあ今度はフルバックモーションをしました。22番にトスして左オープンへのスイープレーを展開しました。オフェンスラインが相手選手をなぎ払うようにその走路を確保し展開するパワープレーですが、これが見事決まりまして攻撃権更新です。リードインフォードエールズファースター、見事期待に応えましたがランニングバック22番の山下でした。チーム代表でもあります摂南大学出身のプレイヤーです。リードインフォードエールズ、失礼しました、フォースダウンとなっています。フォースダウンとなっています。失礼いたしました。攻撃権更新になっておりません。先ほどのプレーのジャッジを誤って判断しておりました。申し訳ございませんでした。結果的に攻撃権更新ならず、パントという形で陣地挽回を図りました、エールズ。攻撃権はサイドワインダーズが、サイドワインダーズ自陣20ヤードからの攻撃という形に変わります。
さあ結果的に攻撃変わりまして、今度はサイドワインダーズの攻撃、ボールオン自陣20ヤードからサイドワインダーズファーストダウン10。まずランプレーから展開を図ります。しかしこれはエールズディフェンス陣が殺到しまして、このランプレーはほとんどゲインなく終了しております。キャリアはサイドワインダーズ10番の浦田でした。大阪産業大学出身。サイドワインダーズセカンドダウン10。再び中央へのランプレー、託しましたのは同じく10番でした。密集点詰まっておりましたが、そこへ体をねじ込んで約7ヤードのゲインに変えております。タフなランを繰り返しております。サイドワインダーズ10番は浦田。サイドワインダーズサーダウン3。三度のランプレーだが、これはエールズ止めた。残り1ヤードで更新になっておりません。フォースダウンに変わります。ここでサイドワインダーズは力あるランプレーを繰り返しまして、攻撃権更新のリズムを作ろうとしましたが、これはまずなっておりません。フォースダウンに変わります。フォースダウン残り1ヤードでサイドワインダーズはパントフォーメーションを取りました。このパントをリターン試みましたが、しかしサイドワインダーズカバー殺到しまして、エールズ自陣44ヤード地点での攻守交代となります。試合の流れは徐々にサイドワインダーズが押し返しつつある状況にありますが、しかし現時点リードしておりますが、リードエフォードエールズです。さあこの状況が果たしてこの残り時間6分6秒でどのように変わってくるでしょうか。攻撃権はリードエフォードエールズに変わりました。エールズ自陣44ヤードからファーストダウン10。中央のランナーがここでビッグプレー、ターンオーバー。ヘイルズはここで先ほどから好調なオプションプレーを展開し、フルバックにボールを託しましたが、ここでボールをファンブル、ファンブルが発生しまして、ロスとしたボールを抑えたのはサイドワインダーズとなりました。従いましてここで攻撃権が変わります。攻守交代でサイドワインダーズの攻撃になります。ターンオーバー。さあ非常に大きなプレーが出ました。サイドワインダーズ相手陣46ヤードからの攻撃に変わります。サイドワインダーズファーストダウン10。まずこちらも中央へのランプレーから入りました。何よく0番に託しまして中央突破敢行します。約3ヤードのゲインです。キャリア0番は神戸学院大学出身。サイドワインダーズセカンドダウン7。ボールオンは相手陣43ヤード。
クォーターバック10 18番パスを投じようと下がりましたが、ラッシュ厳しくスクランブルに転じました。結果的に約2ヤードのゲインと変えています。クォーターバック18番は渡辺、兵庫県立大学出身。失礼しました、ゲイン3ヤードに訂正します。サイドライナーズサーダン4、ボールオンは相手陣40ヤード。ここで得意のパスプレーで攻撃権更新を図りました。ワイドレシーバー8番、キャッチしたかに見えましたが、すかさずこのキャッチした瞬間をエールズディフェンスインパスをはたき出し、パス不成功に変えています。結果的にパス不成功でフォースダウンに変わります。素晴らしく鮮やかなテクニックでこのプレーを阻止しました。エールズサイドライナーズフォースダウンパントフォーメーションを選択します。このパントは短く蹴り、できる限り転がそうという判断でしたが、楕円球の悲しさ、それはそのままとどまりまして、エールズ陣22ヤードからの攻撃という形で攻守交代になります。さあ窮地出しましたエールズ、自陣23ヤードからの攻撃に入ります。リードを表とエルズファーストダウン10。ナイスラー、ここで再びオプションプレーを投入しました。ハンドオフを託された22番、体をねじ込みまして約9ヤードのゲインとしています。タフなランを展開しております。何枠22番は山下、摂南大学出身、チームの代表でもあります。失礼しました、攻撃権更新になっておりました。リードイホートエルズファーストダウンを繰り返す形で自陣33ヤードからの攻撃に入ります。再びオプション攻撃によるダイブプレーを展開します。ここでホイッスル。ここでサイドバインダーズがディフェンスで後半1回目のタイムアウトを取りました。リードイフォートエルズがここでオプションプレーを繰り返し、ランプレーを重ねる形で時間の消費を図る戦術に展開したと判断し、その時間確保するためここで守備の段階でタイムアウトを入れております。この配信は X3 ウエスト全19チームの合同企画によって実現しております。画面上に映し出されたさまざまな企業様、個人様のご寄付ご記者によりましてこの配信は実現いたしました。この企画は現在も継続しております。YouTube の説明概要欄にその申し込みとなりますショッピングカートの URL ございます。こちらをご覧いただき、その内容をご同意くださいましたら、ぜひご協力よろしくお願い申し上げます。さあ、タイムアウトを解け出して試合再開となります。リードイフォートエールズ、セカンドダウン8。ナイスダウン、ファーストダウン。今度は反対サイドでのオプションプレーでフルバックに託しまして、22番、相手ディフェンスの間をすり抜けるように攻撃権更新です。リードイフォートエールズ、ファーストダウン。ここはチーム代表山下がその自らの体を駆使しまして、チームの勝つを入れております。
エールズ自陣49ヤードからファーストダウン10。さあ再びフルバックのダイブプレー、オプションプレーによるダイブプレーを展開繰り返します。ここでホイッスル、ここでサイドワインダーズ後半2回目のタイムアウトを消費しました。現在展開しておりますオプションプレー、かつては京都大学が関西を制覇し日本一を取っていたときにその主戦術として展開しておりました。1970年代においてはそれを展開するスペシャルフォーメーション、ウィッシュボーンフォーメーションを駆使し当時145連勝を果たしておりました関西学院大学に勝利。その勢い取りましてそのまま甲子園出るかというところ、しかし涙の日程によってそれを果たせなかったという伝統ある攻撃でもあります。後にそれを、後のクォーターバックが継承しまして日本一を制覇したそのオプション攻撃が今この21世紀2023年にエールズによって披露されております。さあ試合再開です。エールズ相手陣47ヤードからファーストダウン10。オプションプレーを展開続けます。今度は右オフタックル付近駆け上がりまして約3ヤードから4ヤードのゲインとなっています。サイドワインダーズここで最後のタイムアウトを使いました。ここを勝負と見ましたサイドワインダーズ、すべてのタイムアウトを使いまして時間確保、そして攻撃ダッシュを図ります。さあ試合再開、エールズサーダウン2。さあフルバックに託した、わずかに更新至っておりません。フォースダウンに変わります。結果的にここでサイドワインダーズ更新は食い止めている。さあしかしフォースダウン残り1ヤードありません。インチの状況、エールズどのようなプレーを選択するでしょうか。フォーメーション組みました、プレー選択です。フォースダウンギャンブル、1ヤード突破にかけます。さあここでクォーターバックがキープを展開しましたが、ここでイエローフラッグ反則が発生しています。この判定どうなるでしょうか。オフサイドディフェンスペナルティーです。ボールが動く前に相手エリアに侵入しておりました。5ヤードバッターに従いましてエールズ攻撃権更新です。エールズファースター、サイドワインダーズ勝負と見ましてここで勇み足という形になりました。攻撃権更新にエールズなっております。エールズ相手陣36ヤードからファーストダウン10。
フルバックのダイブプレー、中央へのランプレーを敢行しました。中で倒れたため時計は回り続けます。そしてサイドアンダーズに時計を止める手段はもう残っておりません。エールズセカンドダウン8、フォーメーションを変えました。ビクトリーフォーメーションを取ります。2ダウンに特化したフォーメーションで、ここでランを繰り返す形で時計を進めます。試合時間残り20秒を切りました。ここで試合終了となりました。最終的にサイドワインダーズ9点、リードイフォートエールズ14点でリードイフォートエールズの勝利となりました。挑戦を駆使しましてタフなフットボールによって相手を倒す、サイドワインダーズを倒しました。見事なフットボールでした。ナイスゲームでした。サイドワインダーズ素晴らしい戦いを演じましたが、しかし惜しくもこの試合敗戦となりました。しかし X にありました強豪らしい素晴らしいフットボールを披露しました。ナイスファイトでした。そしてエールズ見事3勝目果たしまして、X 昇格の権利を確保するに至りました。2019年創部以来常に昇格のチャンスありながら、しかし果たせず苦しい状況にありました少数精鋭チームリードイフォートエルズ、しかし見事にここでその昇格権を確保するに至りました。見事な戦いおめでとうございます。現時点では3勝の段階ですと、まだ2位3チーム横並びなど様々な条件におきまして、まだ確定という段階には至っておりません。しかしよほどでない限りはその可能性はあり、しかも少なくとも挑戦権確保するという形にはなりました。見事にその試合をこの戦い制しましたリードイフォートエールズ、皆様大きなご声援をお願い申し上げます。また敗戦となりましたサイドワインダーズも、しかしこの1敗1を取り返さんと残り試合の戦いに挑みます。 X3 まだこれからも熱戦続くことに期待したいと思います。かつてこの競技を題材にした漫画がありました。
いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながら、そこでは評価されず、失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのは、ぶどんだが心優しい巨漢と、目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という二人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め、並みいる強豪たちに挑み倒していく。そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえ劇的に世界が動き変わります。それは大学で名を轟かせたスタープレイヤーがもたらしてくれるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでいるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑み尽くすに至れなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。そして次へと進むこの物語の続きを楽しみとしつつ、本日の配信ここでこの配信は一旦終了とさせていただきます。皆様長時間のご視聴ご観戦ありがとうございました。本日は NFA 社会人アメリカンフットボールの許可を得ました X2XEWEST 全19チームの合同企画にのっとって行わせていただきました。長時間のご視聴大変歓迎感謝申し上げます。またこの後に続きます本日の B ブロック残り2試合もチャンネル配信の UR 変えまして配信を続けさせていただきます。その配信本日担当させていただきましたのは私道楽屋理社でした。また後ほど時間かなう方々はお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。